しゴムピカピカだよ、端っこから使ってくだけど、友達に貸すと反対側から使った。消しゴムピカピカでもだんだん汚くなるんだよ、そのうち使ってると二つに割れてしまう。消しゴム小さくなったら授業中にちぎって前方の後頭部めがけ見つかるまで投げる。Cheers!